こんばんは、ネットIBニュースの時間です。本日はネット事業部児玉がお送りいたします。本日のトピックは、今竹林整備の現場で活躍している竹パウダー製造機の製造メーカーである福岡県糸島市の八起産業についてご紹介いたします。竹は昔から生活や農林漁業に欠かせないもので、地域住民の竹の利用によって竹林の整備が進み、森を守ることで防災機能が維持されてきました。ところが現代では生活様式の変化により竹を使う機会が減少し、竹林の手入れが不足したことで田畑や集落を竹林が侵食する問題が増えてきています。そこで月刊現代農業の出版で知られる社団法人農産漁村文化協会は、その特選シリーズ2012年3月号で竹徹底活用術を特集し、荒れた竹林管理法と一緒に1日1メートル伸びると言われる竹の旺盛な生命力を逆に利用する全国各地の取り組みを紹介しています。農文協の特集では、青竹を粉砕した竹パウダーを田畑の肥料や家畜の餌にすると育成がガラリと変わり、病気に強くなる、おいしくなるといった農家の声を紹介しています。竹で乳酸菌や酵母菌を増やしたり、竹林での土着菌採取法のほか、竹パウダー製造機の作り方まで竹活用の最前線をあまねく報告しています。このような中、福岡県糸島市の八起産業は、独自技術による超微粒子パウダーの生産に成功したことで、業界の間で高い関心が寄せられています。市販品の竹パウダーと違い、竹の繊維を全く残さない完全な竹パウダーであれば、家畜の餌としても安全なほか、発酵しやすく、さまざまな用途が期待されています。近年では人々の環境に対する意識が強まり、森づくりボランティアなどによる竹林整備が全国各地で広がっています。その旺盛な生命力を持つ竹の有効活用のため、竹パウダーは今後ますますその存在感を強めていくことが予想されます。以上、本日の夕刊ネットIBニュースを終わります。